レッドブルエアレース、やっぱ見どころは3次元のモータースポーツということだと思います。3次元の空を飛び回るってなかなかないと思いますしね。しかも最高速度370キロという極めて速いスピードで、機体とマシーンと人とその究極の戦いの中でドラマが生まれますんでね、まあ、そこはやっぱスポーツとして非常にこう面白いと思います。